はい、どうもこんにちは、カーネルです。さあ、続きの方をやっていきます。で、前回は確か、次何するのみたいな感じで積みかけたところ、てか積んでるんだけど、そっからなんだよね。あ、編集してても次何やればいいのか、なんかつかめないままなんだけど、まあ、とりあえずいろいろぐるぐるしてみるか。なにー？なるほどなるほどなるほど。なるほどね。一人がこうやってレバーを下げたままにして取るってことかね。2ブロック必要なの？何なんだよ、2ブロック必要なのよ。フックショット、ちょっと取扱説明書。特殊変身シャロー。あまあ読んだところでさ、俺自身はあれなんだろうな。なんか角度変わったな。なんで？とりあえずレベッカが持ってるか。持てないんかーい。あや。とりあえずはしご壊れた場所に行くか。さあここだねー。多分ここで。はい、今使う必要がない。あ、ここでやんなきゃいけないか。あ、そうだね。ちょっと後ろだったのか。これフック。あー、やっぱこれフック持ってるやつしかいけないってやつか。おそらくこの穴落ちるのかな。穴ってさっき、あさ、親顔で立ってんじゃねえよお前。な、死んでないよな。もう大丈夫？このままでは拾えない。これはなんか指輪っぽかったな。なんだあれ。これ何？拾いたいんだって。ああ、ナイフだな。ない。あ？これいけんのか？ここあれだよね。あ、いけるな。とりあえず仲間っていうか、レベッカ呼んでくるか。いや、今は敵にあれが多分、前回無駄に使った火炎瓶を使わなきゃいけないんだろうな、多分な。ジュエルボックス。ジュエルボックス、多分これに入ってんじゃないかな。あ、入ってるね。
大層を大事に入れやがって。結婚でもあるまい、結婚指輪でもあるまいしよ。よし、これで、これ組み合わせると、じゃじゃ、ブルーカードキ、これで戦闘車両に行けるって感じだね。さあ、カードリーダーのとこやってきたね。とりあえず多分目玉って言ったらあれだけど、まあ多分ボスっぽいからね。とりあえずビリーで、ボスに立ち向かえるようにって装備はあれしたけど、あれここだよね。なんでさっきカードリーダー使えなかったの？あ、使えた。あ、使えたり使えなかったりするの何なんだよ。こちらデルタチーム、こちらデルタチーム、列車は確保しました。どうぞ。了解。こんなことありえない。なぜ T ウイルスが漏れたんだ？研究所のある洋館と列車とは3マイルも離れてるっていうのに。喋りすぎだ。そんなことより、この事実が漏れたら破滅だぞ。列車を始末するんだ。完璧にな。引き込みこれ線ま博での士時間ウィはリアどムれぐか。らいだ？あと10分。どうした？色悪いの。 入る前って行くことか。てか後ろの車両で散々いろいろしてたけどさ、こいつは俺のこと気づいてなかったのか。なんだこれ。地図的には、ああ、こっち行けるってわけではなさそうだ。ここはなんか入れるわけではなさそうだな。このままじゃ脱線か衝突だ。列車を止めるぞ。ブレーキ操作マニュアル。急になんか電車を止め始める、列車を止め始める話になったな。3つの操作。1両目運転室と5両目後部デッキ。この段階で運転室を覚える方法で電源入ります。レベル2。磁気カードどこにあるの？どちらが残りますか？あー、ちょっと待ってくれー。これ、どっち残るのが正解なんだろう。なんか、ここに行った方が安全そうだよな。レベッカに残らせるか。俺が後部デッキでブレーキ制御装置を解除する。その後でブレーキを動かせ。いいな。分かったわ、ビリー。なんだ？気をつけて。ああ。じゃあ急に、なんかあれ？これ持ってないといけないのね。急になんか切羽詰まったような感じになってるけど。ちょっと待って。アイテム類とかちょっと拾えなーい。前は。時間がねえからな。ショットガンにしたとはいえな。
あー、ちょっとショットガン。ショットガン失敗だったか。ハンドガンの方が良かったっすよ、あるけどな。めっちゃおるやんけ。ちょっとカエミカエミカエミ、そうカエ、ここにここで来てカエミだ。ここでこそカエミでしょ。食らいなさーい。いやちょっと1体しか食らってないんだけど、嘘でしょ。冗談きついぜマジで。やばい、遠すぎるとショットガン出て効力発揮しねえな。よし、まあ難なくついたね。ちゃこれ使って、あ、え、ないこれ。あ、81って入力すればいいの？違うな。え？何これ？81にしろってこと？そういうことだよな。ミシールをハート、だいぶ適当に押しちゃったからな。ダメだな。ですよね。9個ある、10個あるから、12345678と81で OK やろ。こちらビリー、ブレーキ制御装置を解除した。了解、こっちの装置は任せて。なんかすごい、なんか反応がたまるな。拾っとくだけ拾っとくか、なんか出そうだな。悠長に弾拾ってるんだよね。2、4、6、8、ここも10個か。10か。OK か。これ一体どこに行くんだろうな。止まる気配は一切ないよな。外にいたらビリーやばくね。いや、どっちにしろやばいけど、普通に生きてたらありえないんだけど。レベッカ、レベッカ、ここにいるわ。大丈夫か。なんとか止まってくれたな。本当になんとかね。出口を探そう。はい、はい、ああびっくりした。こっちの道あるっぽいけど、なんか行けなそうだな。とりあえず下行くか。ん？なんか下降りれんのか。うわー、下水道っすか。毎度のことながらバイオシリーズは下水道とかそういうとこ行かせるよね。
道はとりあえず市内沿っていけばいけるのか。階段かな、はしごあるね。あ、ここあれじゃない、アンブレラの幹部候補養成所。全然違った、てっきり洋館かと思ったけど。初代所長ジェームス・マーカス博士。誰だあの二人は。女はスターズの新人だ。ふん、男の方は。知らんな。静粛に、所長のマーカスである。当養成所の指針を告げる。忠誠は服従を生み、服従は規律を生む。規律は力となり、その力が全ての源となる。大丈夫だこの人。誰だ貴様は。洋館を T ウイルスで汚染させたものだ。列車のパーティーも私がお膳立てしてやった。あ、変態じゃねえか。これは復讐だ、アンブレラへのな。いや、ちょっと急に歌い始めたら困るんですけど。10年前、彼はアンブレラによって殺された。お前たちも手伝っただろう。あいつは誰なんだ一体。で、最初に倒したのが中ラボス的なやつはマーカス所長らしいね。とりあえずこの養成所内を探索するところからかな。部屋めっちゃあるな、行けるところっていうか、うん、2階と1階で結構行ける場所あんな。だけどここは開くんだよね。なんか、あ、でもここセーブ場所じゃん。ラッキー、セーブ場所欲しいって言ったそばからセーブ場所くれるっていうね。セーブ場所にたどり着けるっていうね。なかなかのあれだな。なんだこれ。避難訓練用路、ロック中。システムディスクが必要。なんかいろんなところに道あんな。騎士の剣が扉を固く閉ざしている。ここはこれを動かせたりできるってわけではないのか。とりあえず別のところ、どっから行けばいいんだろうな。いろんな道あるね。なんかマップで言うと黄色い場所が、まあ、要するに進める場所らしいんだけど、あ、てか1階のところにセーブ場所あったのか。1階のはいいのかな。まあいいや。で、まず1階から調べよう。ん？善と悪の均衡が保たれるとき、新たな道は開かれる。何中二病みたいなこと言ってんの。はしごがある。あ、これさっきのあれか。登ってきた場所か。あ、ここに置いてあるのね。レベッカじゃないと調合ができないから。とりあえずこっちから行くか。
おい、めっちゃ敵おるやん。ちょマジで融通きかねえな。ハンドガンの弾か。鍵がかって炎の模様、バイオ特有の模様シリーズか。模様の鍵シリーズ、復活しそうだな。ああ、復活しねえな。とりあえずこっちの入れる場所があるからさ、そっちから入るか。敵多いな。敵わんさかいるな。ちょっと待て。足もあんな。これ登れるよね。これなんだ。クロード。これあれか、さっきのなんか中二病めいたこと言ってたやつの多分乗せるやつやな。あ、これは？これショットガンじゃね？あ、これショットガンじゃん。とりあえず上行く？上行くか。めっちゃいいんじゃねえかお前。なるほどね、さっきのあそこに行けるってわけか。だけどこのクルーの像って多分ここで乗せとけばいいんだろう。ただもう一つの多分何像もあるんだろうな。白と多分白色の像があるんじゃないかな。はい、てな感じでね、今回はここで終わっていきましょうかね。いや、なんか急にあの養成所みたいなとこに来て、まあ多分ここに入れると、まあ、T ウイルス内の謎があるんだろうね。わからんけどね。そんな感じで終わります。さよなら。